松方,松方正義、松方正義、松方正義、天保六年二月二十五日、千八百三十五年三月二十三日、大正十三年、千九百二十四年七月二日は、日本の武士、薩摩藩士、政治家。伊械君当社区位は、増樹一位大君遺構尺。陽名は金次郎。通称は助左衛門。号は回答。 明治期の日本において内閣総理大臣を二度第4.6代務めるとともに大倉協大倉大臣初3.58代を長期間務めて日本銀行を設立したり金本位制を確立するなど財政通りとして財政面で業績を残した。また晩年は元老内大臣として政局に関与し影響力を行使した。 ドイツ学協会名誉会員。日本赤十字社社長。薩摩国鹿児島郡鹿児島近在、新田村、現在の鹿児島県鹿児島市に新田一丁目に、松方正康、けさこの四、男として生まれる。わずか13歳にして、両親を亡くす。高下4年、1847年、藩士の指定が通う、藩校、増士官に入る。開園3年、 1850年、16歳の時、五感上書でもの問い合わせ法へ出資し、淵前米四国を得る。この後、台湾党坂規約となり、7年間務めたが、この間幾度か藩主に配越する機会も得、聖金ぶりを認められ、法奨として、金130両を貸しされた。島津久光の側近として、生麦事件、寺田屋事件等に関係した。29歳の時、 犠牲書係という反省立案組織の一員となった。低い身分から異例の出世を遂げた松方に対し、称賛する者もいる反面、妬む者もいたという。慶応 2>, 2年、1866年、軍務局海軍法が設置され、三船奉行典役と五軍艦係に任命される。慶応3年、1867年、軍府役献金となり、長崎と鹿児島を往復して、 軍艦の買い付けなどに当たった。老中、板倉克清と水野忠清が文久2年1862年に外交官ロバート・プルインを通してアメリカ合衆国の会社に発注していた軍艦は購入が困難となっていた。明治政府では長崎裁判所参議に任じられ、北県知事に転任する1868年から1870年。 慶応4年うるー4月25日明治3年うるー10月3日。県内視察の際、海上交通の便を測れば、別府発展が期待されるとの発案から、別府港を蓄光、現在の温泉都市となった別府温泉の発展の礎を築いた。北で、松方は大量の台上観察の偽札流通を、密告により発見する。この調査により、 旧福岡藩主が犯した偽札製造の事実を明らかにしたことで、大久保利道の評価を得、その功績、推挙で民部代、進む、租税権領に就任する。日本政府は1870年10月、北ドイツ連邦に今するドンドルフナウマン社に、明治通報の印刷を依頼した。以降は、大倉省官僚として財政畑を歩み、内務卿大久保の下で、 基礎改正にあたる。だが、財政方針をめぐって、大倉卿、大熊重信と対立する。当時は、明治10年、1877年の西南戦争の戦費の大半を紙幣増発で賄ったことなどから、政府紙幣の整理問題が焦点となっていた。松方は大熊が進める外債による政府紙幣の整理に、真っ向から反対したのである。その結果、 伊藤博文の配慮によって内務卿に転出する形で大蔵省を去った。松方は明治10年1877年に通し、明治11年1878年3月から12月まで第三共和聖火のパリを中心とするフランスに滞在し、フランス造商、レオン聖、聖の法則で名高い、フランスの経済学者のジャンバティスト聖の孫から3つの 助言を得る。第一に、日本が発見を独占する、中央銀行を持つべきこと。第二に、その際フランス銀行やイングランド銀行はその古い、捨てゆえに、モデルとならないこと。第三に従って、最新のベルギー国立銀行を例として、これを精査することを勧められた。また、当時、欧米の主要国が、銀本位制から、金本位制に移行しつつあったことを踏まて、 日本も、金本位制を採用することを勧められた。フランス滞在中に、松方は、レオン性の紹介により、パリ・ロチルド家、第2代当主、アルフォンス・ド・ロチルドと面会していたとされる。レオン性は、アルフォンスの招きで、ロスチャイルド家の所有する、北部鉄道会社に入社して、役員となり、後に、政治家、 増唱となって金融ブルジョアーや鉄道会社の利益を代弁、擁護した人物あり、いわばロスチャイルド家の家臣であった。同年開催されたパリ万国博覧会において副総裁であった松方は暗殺された大久保利道の代わりに日本代表団の事務官のトップである総裁を務めている。その後、帰国した松方は明治14年、 1881年7月に日本帝国中央銀行設立案を含む政策案である財政議を政府に提出し、政変によって大熊が失脚すると三義県大倉京として復帰し、日本に中央銀行である日本銀行を創設した。後の明治16年1883年に松方は明治天皇に働きかけてレオン姓に 君一等局実大受賞が贈られるように図っていた。松方は、財政家として、政府支配の全廃と打艦支幣である、日本銀行券の発行による、支幣整理タバコ税や酒造税や醤油税などの増税や、政府予算の圧縮策などの財政政策、官営も缶工場の払い下げなどによって、財政収支を大幅に改善させ、インフレーションも抑え込んだ。ただ、 これらの政策は深刻なデフレーションを招いたために松方デフレと呼ばれて世論反感を買うことになった。なお、現在の日本における会計年度4月から3月制が導入が決定されたのは松方が大倉教を務めていた明治17年1884年10月のことである。明治18年1885年に 内閣制度が確立されると、第一次、伊藤内閣において、初代大倉大臣に就任。1888年4月には黒田内閣で、大倉大臣、ついで12月に内務大臣を兼任。明治24年、1891年に第一次、山形内閣が倒れると、対名効果を受けて、総理大臣、兼大倉大臣に就任した。しかし、 閣内の不一致や不安定な議会運営が続き、明治25年、1892年8月8日に辞任に追い込まれた。同日付で特に全館の礼遇を賜い、邪交官志向となる。その後、第二次、伊藤内閣を挟んで、明治29年、1896年に、再び松方に祖閣、総理大臣権大倉審の対名が下るが、明治30年、 1897年に、懸案であった、金本位制への復帰こそ成し遂げたものの、大隈重信のいる、新歩党との連携がうまくいかず、同じく一年数ヶ月で辞任を余儀なくされた。この時松方は、衆議院を解散した直後に、内閣総辞職している。日露戦争前の明治34年、1901年、 に開かれた日英同盟を締結をするかどうかを検討した元老会議においては対露強行派として当時の首相、桂太郎の提案通りに山形有友、西郷嗣道らともに日英同盟締結に賛成している。元老会議の結果を尊重して明治天皇は日英同盟締結の最下を下している。明治35年1902年1月に 日英同盟が締結されると、日露戦争の準備のために、アメリカを経由して欧州7カ国へ赴き、イギリスでは、退官前のイギリス国王エドワード7世に敗越を許されるなどの大迎えを受けている。国王敗越の次に、ロスチャイルド教、ナサニエルの指定に招待されている。ナサニエルとクーンローブ紹介のジェイコブシフは、共に、 英米ユダヤ社会の指導者であり長年の友人でった。エドワード7世はナサニエルの学友であり、エドワード7世の側近で個人経済顧問のアーネスト・カッセルもシフの長年の友人であった。また、政界金融界からの出席者、総勢164名が集ったイギリス銀行協会主催の晩餐会に招待されている。オックスフォード大学からは、 法学名誉博士号、後には国家元首にのみ与えられるおじゅよれている。アメリカでは、鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーや、大統領セオドア・ルーズベルト、ドイツでは、皇帝ビルヘルム2世、ロシアでは、皇帝ニコライ2世と会見している。同年12月29日に、日本赤十字社社長に任命される。帰国後の明治36年、1903年には、 体冠式を終えた、エドワード7世から、ナイトの最高勲章を送られている。また、栃木県那須、現在の那須塩原市に千本松牧場を開場。後に隣接して、別邸、松方別邸を作り、後代し、吉人親王を招くなどの社交の場とした。明治36年、1903年から、数密古問館。大正6年、 1917年から内大臣を務めた。内大臣時代は、宮中防従来事件、大正天皇の病気による、殺傷設置などの問題に遭遇した。伊藤博文や山形有友らの死後は元老を主導する立場となり、加藤智三郎内閣の成立などに関与した。大正13年、1924年7月2日、呼吸不全により死去。 去年90万89歳没、東京三田の自宅で国葬が執り行われた。墓所は東京都港区の青山霊園。1934年昭和9年7月2日午後2時に松片港10年祭が青山霊園で盛大に行われ、斎藤実首相以下、鈴木貫太郎事従長、若月玲次郎民政党総裁、牧野信明内大臣らが出席した。 薩摩閥では、黒田清隆が主乱で人望がなく、最後を継ぐ道、大山岩は,は政治的野心に乏しく、松方は年齢やキャリアからすれば、薩摩閥の中核となるべき人物ではあったが、財政面以外での政治手腕には欠けるところがあった。二度の内閣が共に、閣内分裂が理由であっけなく倒れたために、軽んじられており、それゆえ派閥をまとめることができなかったと言われる。 また、薩長元君の中では、唯一勤労志士としての活動歴がなく、維新後の功労で、元老、公爵にまで立身した。ただし、明治天皇からの信頼は絶大であり、松方財政においても、閣僚や元君の反対の中、天皇から財政委任の承諾を得、財政を進めている。金本位制導入の際には、明治天皇から、 導入の是非をめぐる議論は難解でよくわからぬが、これまで待つ方が、財政に関して間違ったことをやった例はなかったから、導入を再化するとまで言われていい。日露戦争の改戦にあたっては、消極派の伊藤博文、井上薫らに反論し、積極的に改戦を主張、増傷に自信がないとしても自分が補佐するから、財政上の懸念は解決できると豪語し、言動会議を主導した。 この功績が、明治天皇から認められ、戦後異例の大勲維持賞となった。日清戦争の時には、松方は、前首相ながら無役であったが、西南戦争の戦費を基準に予算を立てようとした、当時の首脳部を今しめ、このような時には前例などにとらわれず、勝つためにいくら必要かの見込みを立てて、それを苦面する方法を考えるべきと主張した。また、伊藤といの上が、 不豪から、戦勝後に国債と引き換えるとして、献金を募るという提案をしたのにし、善意で献金した人間が、所詮国債目当てと白い目で見られる。正常の変化で国債に引き換えられなくなったら政府が、国民を欺いたことになるとして、いっそ最初から国債を売った方良いと述べ、井上と論争の末、松方の案が最もだと井上に言わしめた。 スポーツマス海軍兵学校在学中病死。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。